18ミリで、室内ですね、うん、で感度が、ISO ISO 160、うん、まあ、全部マニュアルでいってます。でシャッタースピードが60分の1、うん、で今、まあ、人物合わせ人物合わせにした時に、ああこんなもんかな、うん、例えば左のサイアンプがギリギリ見えて、うん、でまあ表は結構飛んでますと。なるほど、なんとなくまあ屋根瓦は見えるかなぐらいの、うん、まあ、基本は人物狙いがね、狙い人物がまあ綺麗に見える、うん、うん、まあこんなか。で何要するに今絞りが 3.6 ですね。 2半ちょい、はい、これはそのまま、うん、いいでしょう。あれ、うん、また、はい、回りました。ちょっとさっきみたいに歩いてみますか、ね、そこから行きましょう、うん、座った位置で割と人物が、うん、まあ、ノーマルに近いような、うんうんうん、設定、うんうんうんね、なるほどね、まあ、はい、今日はね照明使ってねえから、はい、なかなか整えるのは大変だけど、ね、まあ狙いはこういうことですね。でまあ例えば、うんうん、さっきのいくと絞りを入れて、うん、グッと絞り入れてね、まあ、うん、まあサイズによるんだけどね、まあ、うん、はい、じゃあもう一度56でお願いします、はい、それでね来て、はい、その柱過ぎたあたりで、はい、ちょっと表少し見てから、はい、あの来るようにしましょうか、はい、同じ方がいいね、フィックスの方がいいもんね、うん、でちょっと絞ったやつ56絞ったやつ、明るくする、感度上げる、いやそのままでいける、うん、はい回りました。お、まあ、つまり割と窓外の風景を感じさせる感じ、はい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 、あなるほど、まあ、倍以上絞った、うん、まあ、2つぐらい絞ってるもんね、2つぐらい絞った場合と、まあ、当然室内は暗くなるんですが、うん、まあそれでも人物に関しては室内のちょっとこう落ち着いたのがフェーストーンみたいな、ね、あなるほどね、まあこれだと通常だとあのライトを、うん、なんか焚いてね、焚いてちょっと、うん、補助さっきぐらいに抑えを持っていけば、うん、まあこの方がまあ、映画的というかドラマ的では、なるほどね、これはこうプロ映画キャメラマンのこう絞りの使い方の違いなんで面白いな。プラさん、ちなみにじゃあ、はい、あの皆さん大好きな開放、あ開放、うん、皆さん大大好きな開放、シャッターも上げなきゃいけないんだけど、いやまあ 1.4 ちょっとありえない、うん、ありえない、ありえないけど、ありえない絵でいいですか。いいですよ、あの映画としては成立していないという感じ、はい、じゃあ もう一度同じこと、同じこと、はい、回りました、はい、用意の、はい、まあ、開放ですね、 1.4、 まあちょっとありえないですかね、室内、室内の中だけ考えれば、うん、つまりフレームの半分から
左側だけか、まあそれでも人物が飛んじゃってますよね、これね。ね。うん。藤川さん、ちなみにシャッターもっと入れてもらって、はいはいはい、光だけ合わせてもらおうかな。了解です。うん、はい、回りました。用意の、ほい。そうですね、きっと厳密に絵を比べてみれば、あの開放地で、まあ、ワイドレンズなんで、フォーカスに関してバックのボケ足に関してあんまり差は出てこないと思うんですね、うん、なるほどなるほど。ただあの微妙にその暗部、うん、再暗部のディティールの再現力とか、うん、ハイライト、うん、この飛びの部分ですね、うんうん、白の部分のディティールの表現はかなり変わるんじゃないかと思うんですね。はい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 。ちょっとまあフィルムの場合だとかなり差が出るはずですけど、うん、デジタルだとそんなに出ないのかもしれないな。でも細かく見れば、うん、比べればこう濃度がちょっと、うん、微妙な再現が変わってくるとは思いますよね。なるほど、うん、面白いね。iPhone と並べた時に差が一撃で分かるよ。そうでしょうな、うん、iPhone じゃ表現できてねえもん。まあ我々よくカメラテストというか、うん、フィルムテストというか、やっぱりこうまあ本番でもそうですけど、一番飛んでいる、うん、一番ピークですね、うん、白のピーク、それから完全黒、うん、ちょっと感想黒になってないかもしれないけど、あるいは髪の毛の方のディティール、うんまあ、こういうの一番、まあ、どう再現されるかってね、うんうんうんまあ、レンズだけじゃなくて、まあ、フィルムの場合はフィルムの特性、うんうん、からこのグラデーションですよね、うん、白からこうグレーになって黒に、うん、行くこの階調の良さとかね、うんうんうん、そういうのを見たりするんですけど、テストの時に、うんうん、やはりそういう絵柄の方が豊かですよね、うん、黒から白まで同一画面の中に存在してるっていうのはね、うん、でじゃあこれは今この設定になってるので、いわゆる F を絞りまし絞りじゃないシャッタースピードで、うん、右それじゃね、もう一個内側。すいません。置いては恋に子に従え、子じゃねえな俺。後輩に従え。ああなるほどね。500か。まあちょっとシャッター。行っちゃってるけど、まあちょっとそれは仕方ないとして。うん、それでですね、なんかまずこっち見ててくれますかカメラ。そうですね。なんかこっち見てて、たら5つあったらゆっくり。ずっとさっき見て表の方見ますか、うん、ね、はい、まあこれが1音ですね、開放。やっぱりこういいですよね、うん、これ何ミリだっけ、33ミリで、まあちょっと緩やかなラストショット、うん、開放ですからかなりこうバックがいいと思う、うん、ボケでちょっと何ていうんですかね、ちょっとボケすぎかなと、うん、私の印象ではね、うん、もう少しバックピントうん、合わせてもいいんじゃないかなっていう、うん、じゃあはいすいません、じゃあ回しますね、同じことでお願いしますね、はい、じゃあ回りました、はい、1、2、3、4、5、まあ今度は絞りを4まで入れました、うん、そうするとバックのね、特に右側のこの3の感じとかのボケ足がなんか自然ではないでしょうか。そうね、自然な見え方、うんうん、
という気は、はい、どうもすいません、はい、しますね、するする、うん、なるほどね。これに今度そのこっち側の奥に人がいた場合ってやっぱりかなり UFO を開けてしまうとちょっと見え方が不自然な感じはするんですね、ドラマの中で、ね、そうね、綺麗と自然は別だからね、うんうん、だからある意味、まあ、自然に見えること、うん、つまりドラマでの場合は僕の中ではドラマはやっぱりあまりカメラを意識させない、うん、グラフィックな狙いをする時もあるけど基本やっぱりお芝居にお客さんを集中させたいのであまりカメラっていうのを意識させないの方が、うん、よろしいと、まあ昔から言われてるわけです。なるほど、うん、OK、はい、一旦これはここまででしょうか。ということで倉持キャラマンはですね、次にですね、23mm と 18mm で、ちょっと横構図のですね、シネスコのですね、ちょっと表現の違いをなんか表現を今ね、やってますよ、ね。カメラもちょっと真面目になっちゃうかな、この人はね。カメラ持ってないとね、ギャグばっかり言ってんね、一日中ね。うん。ねえ。そうですね。そうですね。言葉が。これね、こういう構図を、キャメラマン感覚で絵を作ってますよ。それではもう回しましょうね。はい。はい、歩いてください。ゆっくりでいいです。はい。なんか景色を見つつ。何ですかな、女がなんか真面目な顔して動いてますよ。はい、もう少しそのまま行っちゃってください。もうちょい。俺の横話ですね。嫌な女ですか、この女ね。はい、オッケー。はーい。はい、まあ今、23mm、23mm で撮りました。はい。で次はじゃあ同じ、まあまあ画角というか、うん、同じ表現を違うレンズでね、レンズでやってみたらどうなるかと。見ようと。OK、OK。じゃあ同じような切り取り方をしてるけれども、手前のこの木の、左側の木の、こう太さというかパースの感じ、それから奥のこの門ですね、歌舞伎門っていうのかな、建物の大きさ、さっきと木の配置と同じ距離なのにワイドの方がちょっと門が、少し遠くに見える感じですね。この方がまあ割と立体的な見え方をするんではないかと。それとパースがこう出てくるんで人物がこう動くと割とこうさっきの 33mm よりは、距離を感じさせるように見えるんじゃないかなと思います。ということでちょっと他のお客さんに言ってごめんなさい、YouTube が始まりました。すいません、申し訳ございません。この人にちょっとご挨拶しつつ、今有名な映画カメラマンがですね、この中でですね、なんかかっこいい絵を撮るって言ってるんで、我々何が撮れてるか全然わかんない。そうですね、全然わかんない。あれ後でこれ撮らなきゃいけない。すごい格好でカメラがですね傾いてるんですけど、こんな傾いて、皆さんどうですか、どうですか。はいはい、 OK、 あ OK ですか。あという感じでございますが、正解。はい、はい、村さんは、はい、何歳の時にカメラマンになろうと思ったの。本当は
ょうど時代もあったんだけど、コーク時代だから、70年代後半、まあ写真をね、写真をちょっとやってたんですよ、趣味でね。で当時はそのまだベトナム戦争が終結する前なので、そういう報道写真とか新刊とかね、そういうのに憧れて、まあ、当然慣れるわけでもないんだけど、でたまたま映画が好きな人もあって、でまあ、そういう学校だから、専門学校出て20歳ですわ、20歳で、まあ、なんとか潜り込めた、ずっとフリーです、うん、だからそういう意味じゃそのここ出てからですわな、なりたいと思ったのね、ちょうどね75年か、砂の座っていうね、映画がありました、ね、もちろん、でこれその大学受験で、まあ、いわゆる東京受験に行って、その合格発表、まあ、いくつか受けてね、でもみんな怒ったんですよ、でもすぐ帰りたくもないし、映画館取り込むんですよ、で、なぜか砂の座見たんですよ、まあ、とにかくその撮影が素晴らしい、まあ、ドラマもね、かなり良かったけども、あ、こういう世界もあるかと、だから浪人もせずに、まあ、そちらへ飛び込んだと、だから意識してその映画の考えを意識したっていうのはその作家の歌なんですね。ベースはスティーがあって、そこが天気で、大学受かってったらもしかしたら違うようになったかもしれないですね。でしょうね、恐らく、なんかね、こう言ったら他の人にその道の人に怒られるけど、僕は本当に田舎で学校の先生からやろうかなと、なんか好きな本読んでとか、そんな名前優しい職業じゃないだろうけど、まあ、そんなことは思ったら分かんなかった感じだね。ヤクザの道に入ってしまいましたよ本当ね、本当役者も大変だけどね、やってちょっと楽しいです。やめようかなと思った時とかありました？まあやっぱ食えないときはね、やめようと思いましたね。ずっとフリーだったんで、やっぱり3年ぐらいは食えなかったね。アルバイトやったりとか、撮影部じゃなくて制作部とかね、大変でしたり、所属しようとは思わなかったんですね、フリーで。あのね、入れなかったんです、なかなか。で当然まだ撮影所とかがあって、もう技術畑のもう新入社を入れるっていうのはほとんどなかった、であったのは、あの 今でいう PV っていうのかな、昔は企業 PR とか、でそういうこう、まあ、あのプロダクションで、撮影の機材とか持ってる会社が、まあほとんど全部、車の運転から撮影の助手をやって、まあ、制作の手伝いするんでね、まあ、今も一緒かもしれないけど、そういうのがなんかいくつかあったの。でそれも契約です、社員じゃなくてね、社員っていうと必ず、まあ、当然面接もあるし、大卒、大卒がまずベースだったので、ね、専門学校しか出てない僕らは、あまりこうそういう意味じゃ就職っていうのは、なかなか難しかったですね。いらないって言われましたね、お金いりませんとか、ギャラはいらないんで、転売の仕事に行ってもなかなかなかった。今ね、若い人いねえからさ、ね、いや、やったことなくてもいいから来てやって、そうですね、そうそうそう、そうだった、ね、時代というで現場で立ってるだけでももう一回来てねみたいな、演出に行こうと思わなかったの？演出も興味あったですけどね、いやでもそれはまあその専門学校の時も感じたけど、監督は難しいだろうなと思ってました、見ちゃうとね、
まあそれ以上助監督が大変、仕事が狙わないしね、狙わないって言ったら、まあ、かなりハードな仕事ではあったし、まあもともと興味ある技術撮影の方も、まあ、進んじゃったと。興味はあるんですよ。今となっては演出できるじゃないですか。どうなのかな、分かんないですよ。それあくまでその言われるんだけど、つまりそのカメラに都合のいい演出ってあるわけですよ、変な言い方だけど。分かる分かる、分かる分かる。監督がこう動かしたいと、それはどうしてもカメラの方でうまく捉えられないんで、俳優さんこっち向いてくれた方が顔も見えるし、カメラにも収まりますと。それは確かにその方が、映りはいいね、映りはいいんだけど、じゃあそれが果たして演出的にね、正解なのか、正解なのかっていうと、どうもまあちょっとカメラに都合が良すぎんじゃないかと。だからひょっとしたら、もしその いくつかね、じゃあ演出してみなさいって言われたら、まあかなり都合のいい、まあ、とは言ってもさ、あのダメな演出がやるよりはいいものでそうだよね。あのバカでやっていくからね。まあ見られるものだね。そうそう、成立するものはね。変な言い方ですけどね、あと成立はさせられるんだと思う。だからそれは、まあそうね、でもなかなかやってみたいとは思えないですね。だからそんなこと気持ちは分かる。いや大変だね。大変ですよね。大変ですよ。ね、言われたことやろうかなって、ね、それは分かる。それでそういう批判っていうかね。そうそう、ある種そう、の方がまあ性に合ってるのかなって気がしますよね。まあ確かに演出とカメラマンは仲いいけど、ぶつかり合った方がいいものにはならね。うん。とは思いますよ。でこうあのまあ今監督が本書いて演出して編集までやってみたいなね、あの多くなってきてますけど、僕はあの何もいる一人じゃできないと思ってるので、つまりいろんな人の視点があって、そこでこうアドムやコルムをこねくり回してっていう言い方なんだけど、まあみんなの力でね作った方がいいね。よく話すのはそのやっぱり編集が特にね、編集マンがきちんと独立しているっていうのは、それはね現場でね、もうこのワンカットどんだけ時間かけて金かけたかっていうバッツリ切るでしょ、切る切る、でそれ知ってたらね切れないですよ、切れないね、現場見せない方がいいよね。そうなんですよ。だから冷酷に言ってたんだけど、作品のためにこう冷静に編集できるのは、やっぱり独立してそういう人がいるってことは大切だね。監督が編集しちゃうとダメだね、やっぱり可愛くなって切れないじゃないですかね、おそらくね、カメラマンが切っても無理だね。そうだったと思うんですよ、そういう意味ではやっぱり分業というかね、がいいんだろうなと思います。なるほどね、では、福田さん、あの過去に自分が撮った大切なシーンで、カットされて腹立ったのを教えてください。痛い。ね、いやいや、まあそれなりにあるからどれって言えないんですけど、どれとは言えないんですけどね、いやそんなにねって言うと失礼になっちゃうのかな。まあテレビが多かったんでね、割とその映画と違って割と尺っていうのは厳しいんで、まあ、そうね、初めが決まってるもんね、あんまり余裕がないのでね、あの決め打ち決め打ちで撮ってるんで、あんまりないですけどね。ただあの泣きの芝居とかね、やっぱりこう俳優さんがいい芝居してて、あのもう少し長く使ってくれればいいのにっていうね、まあ、撮影だけじゃなくてね、演出的なとか芝居的に、やっぱりそのテレビの尺の関係で切らざるを得ないっていうね、そこはもったいないなとはよく思うんですよ。そうね、テレビはね、コマまで決まってるからね、一筆まで決まってるからね。その気分、まあそれが約束でねやってるんでね、その計算しなきゃいけないんだけど、やっぱり人撮ってる以上は当然長くなったり、
するわけだから。そこを生かせるのかっていうことですよね。そうね、現場で、はい、あと1秒、はい、ということで、まあ、CM の時はよくね、ちょっと長いから、ちょっと。通行持ってもないな、むしろ、あ、ここまで使わないでって言うけど、それは、そこ乗り物なんだけどって困っちゃうなっていうのはありましたね。まあ、その時は一応相談で、まあ、編集マンなり、まあ、直接は言えないけど監督経由になりますけど、あそこちょっとケツつまみてほしいんですけどね、なんでとかね、俺は気に入らないよって、まだそういうこともあるんですけどね。あるある、まあまあある、いや、いいよ、欲しい欲しいってなっちゃうね、演出はね、そう、なんかね、技術がそこで恥かくかどうかまではよくわかんないから、うん、恥かくっていうか、うん、そうだね、うん、そう、やっぱり性的にこうちょっと使ってほしくないなとか ね、うん、っていうのがありますよね。そう、笑っちゃうんだよね、俺だけで。いいよ、いいよ、まあ、ということで次撮るよ、お願いします。